食塩水食塩水は水に食塩を溶かした溶液のこと。塩水と呼ばれることもある。生理食塩水として適当な濃度にして生物を生かすために用いるほか、調理や非重さを利用した選別などにも用いられる。化学実験においては反応溶液から酸や塩を除去するために用いられる。塩化ナトリウムは我々の周辺の水における最も主要な溶質である。 海水に溶けている成分で最も量が多く我々が海水から受ける負担の大部分はこの成分に基づく。他方で生物は海で生まれたとされるように塩化ナトリウムは生物体内においても常に一定濃度を保っている。また体外の水域とのその濃度の違いは浸透圧調節において最も影響が大きい成分でもある。そのため 食塩の水溶液は生活においては食品の処理、海水の代用、医学的には浸透圧調節、その他様々な用途に用いられる。生物体と浸透圧が同じになるように調節された食塩水は生理食塩水と言われる。生物によってその値は異なるので対象とする生物に合わせたものを利用しなければならない。日常では 医療的な処理をする際に使う。特に、傷口や粘膜などを洗うような用途には、生理食塩水を使う。スパゲティなど、パスタ類を茹でる場合、濃いめの塩水を使う。これは、これらが塩味を含んでいないので、茹でる際に味付けをするためである。多方うどんやそうめんは、真水で茹で、もともと含まれる塩分を流し出す。野菜を茹でる際などにも食塩水を使う。 これには、沸点上昇によってより高い温度で加熱できる、効果があるなどの説があるが間違いであり、薄く、塩味をつけることが、実質的な目的である。水の沸点上昇は1リットルの水に対して1、モルの溶質あたり、約0.515系と小さいため、概算で1リットルの水に対して、大さじ4杯の食塩を加えるごとに沸点が約1度ずつ、上がる計算になり、 高い温度が期待できるほど食塩を加えたら、ほとんどの料理は塩辛くなりすぎる。従って、通常料理に使う食塩濃度では、沸点上昇による調理への影響はないと考えてよい。ありがとうございます。